ジョン・オースティン・ヒックスは、アメリカ合衆国バージニア州リッチモンド出身の、プロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のテキサス・レンジャーズ所属。愛称はジャズ。2008年の MLB ドラフト31巡目で、ロサンゼルス・エンゼルスから指名されたが、契約せずに、バージニア大学へ進学した。2011年の MLB ドラフト4巡目で、シアトル・マリナーズから指名され、 7月6日に契約。契約後、参加の A 級クリントン・ランバー・キングスでプロデビュー。38試合に出場して打率。309、日本類が26打点に投塁を記録した。2012年は A 級ハイデザート・マーベリックスでプレーし、121試合に出場して打率。312、15本類が79打点、22、 投類を記録した。オフの11月27日にはトップス社が選出する A 級のオールスターチームに保守として選ばれた。2013年は A 級ジャクソンジェネラルズでプレーし80試合に出場して打率236、4本類打29打点13盗類を記録した。2014年はまず A 級ジャクソンでプレーし53試合に 出場して打率、296、3本塁打、27打点、6盗塁を記録した。7月に、トリプル A 級タコマレーニアーズへ昇格。トリプル A 級タコマでは28試合に出場して、打率、277、2本塁打、20打点、1盗塁を記録した。オフの11月20日に、マリナーズとメジャー契約を結び、40人枠入りした。 2015年8月28日にメジャー初昇格を果たし、翌29日のシカゴホワイトソックス戦でメジャーデビュー。この年は17試合に出場して経験を積んだ。バッティング面では打率06334打席で18三振を喫するなどまだまだ荒さが目立った。ディフェンス面では守備率こそ988だったものの、 DRS で1、トールイソシ率で10回中5回刺して50%をマークし、才能の片鱗を見せた。オフの11月23日に DF となった。2015年12月2日に、ウェーバー工事を経て、ミネソタツインズへ移籍した。2016年4月23日に、ウェーバー工事を経て、デトロイトタイガースへ移籍した。この年メジャーでは1試合に出場しただけであり。 二打数で二塁打一本を放った。守ったのは本職の保守ではなく一塁手を3.0インニングだった。なおマイナーではツインズ時代も合わせて A 級及びトリプル A 級で計93試合に出場し打率310、10本塁打47打点4盗塁と打ちまくった。キャッチャーとしては86試合でマスクをかぶり5失策、守備率 993、盗塁阻止率31%という成績を残した。2019年レギュラーシーズン終了後の10月24日にマイナー契約で参加のトリプル A 級トレド・マット・ヘンズへ配属され、同日中に FA となった。2020年2月3日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。 だが、この年は、新型コロナウイルスの影響で、マイナーリーグの試合が開催されず、メジャーにも昇格しなかったため、公式戦の出場はなかった。9月19日に自由契約となった。2021年2月12日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。6月29日にメジャー契約を結んで、 アクティブロースター入りした。7月23日に DF となった。ありがとうございます。